この動画は最近他のキャラ使いがたくさん現れて自分の立場が危うい気がするスネーク使いの動画です。いや人は全部同じなんだけどね。よろしければこの後も。ゆっくりしていってね。皆さんおいっす、マリサだぜ。やっぱろう、霊夢よ。今回の質問はこれだぜ。デフォルトさんに質問です。デフォルトさんはゼルダ使ったりしますか？質問ありがとうだぜ。というわけでズバリマリサさんゼルダは使ってますか？お任せでキャラ選んだ時何回か使ったことあるな。それはつまり、全く使えません。そんな SE つけてまで堂々言うことじゃないわよ。むしろ逆に聞きたいんだがどうやって使うんだ？こんな激ムズキャラ常人にはどうやっても扱えん。常人の域から抜けてるマリサにそれ言う資格ないわよ。でも確かにゼルダは全然よね。あと10キャラくらいで全キャラ VIP って言ってたけどその中にゼルダいるでしょ？いやお前が昔勝手に私のスイッチでゼルダ使ってたから一応 VIP には入ってるぞ。それ以降全く何もしてないしな。というわけで私はゼルダはノータッチだ。スネークより10倍操作がむずい。スネークの方が10倍できることがある。つまりスネークの方が100倍扱いやすい。そんな悲しい方程式立てるのやめて。っていう話をしてるからか最初のお相手はゼルダね。ゼルダ相手なら負けるわけにはいかねえな。私と戦ってるせいかゼルダ対策のスペシャリストみたいになってるもんね。そもそもフレセンしてるトツとか視聴者の人もゼルダ使い多いから戦う頻度はかなり多いしな。もうだって普通に完封レベルで戦ってるからね。そういうのがあるからゼルダ使ってないのもあるのかもしれんな。スネークに対して無力すぎね。って思ってるのが本音なところではある。そう話しながらシレット回避上がりを上京で勝ってバーストね。あれだけ上スマ打ったら回避しかできないよなって上京置いてる感じだな。っていうか回避見てから振ってるから読みとかじゃないかな。相変わらずのすごい反応速度ね。よく見てから行動のことを反応がすごい人だけの特権みたいな感じに思ってる人多いんだけど実際はそうじゃないからな。え？そうなの？反応速度でしかないと思ってたわ。さっきのシーンだったら相手のできる行動としていくつかあるけどジャンプ攻撃その場はとりあえず上スマで封殺できてるから考えなくていいとなると回避上がりしてくれたら上京で枯れるなっていう意識をする。そうしたら今回は都合よく回避上がりしてきてくれたからそれに合わせて上京を振れば枯れるってわけだ。そんなことはあの上スマの一瞬で考えてるのね。多分スマブラ上手い人はみんなこういうこと考えて技振ったり勝ったりしてるんだと思う。甘いわっていう感じに崖の2フレームに横スマぶち当てるのは誠の強さじゃないから。偉人なのに自分のこと否定しちゃっていいの？だから見てから行動っていうのは天才しか許されていないわけじゃない。さっきみたいなことを意識するだけでだいぶ変わる。むしろ天才しかできないんだったら私できねえし。ただ一つ申し訳ないのは一瞬では強くならないってことだな。あくまで私が教えられるのは基礎の基礎の考え方や意識の話で時間をかけてじっくり成長するためのことだから。もしスマブラ上手くなりたくて見てくれてる人がいてさっきと即死根を覚えて強くなりたいっていう人がいたら申し訳ないが私にはできないからどこか別の人のところ行って教えてもらいに行ってくれ。マリサもいきなり強くなったわけじゃなくて方から独自に試行錯誤してるっていうのもあるもんね。まこういうのって他の動画で見たことないからあんま需要もないんだろうなって思ってるんだけどな。なんかすっごい地味に試合終わったんだけど横スマは派手だったからよし。任務完了だ。それじゃあ2戦目行くぜ。お相手はクッパね。開幕からなかなか大胆に掴んでくるな。というか結構暴れてくる感じなのか？確かに暴れてくるっぽいわね。そういうやつにはその場置きの手榴弾がよく刺さる。攻撃判定もらうと爆発するからそれから火力取れるってわけね。あと不可してくる様子も今のところないからガードで待って反角取っていけば火力的には十分そうかな。やっぱり反転手榴弾は強いわね。何も考えず攻撃しちゃうとむしろ痛い目に遭いそうだわ。反転手榴弾してれば勝てるって実はこういうことなんだよな。さすがに復帰がおろそかとかだとあれかもしれんけど。あっそ、さすがに DA で向かっていくのは無理だったか。空前もらったけどギリギリバーストはせず、今の手榴弾は最悪だな。動画に出てること自体恥だわ。おらよ。よいしょ。当たらんかったがバーストできたしオッケーオッケー。これは華麗な復帰阻止ね。スネークって多分崖植え待機の方が強いから復帰阻止するような人ってなかなかいないんだけど、空母なんか復帰阻止してくださいみたいな性能してるから絶対にやるべきだと思うんだよな。持続なんかも意味わかんないくらい長いもんね。こんな空前とかいう当たらない技振るくらいなら全然空母でいいんだよな。発生の根元の判定とか以外にバースト力あるし、空母の専用の着地なんかは姿勢低すぎてなかなか技ももらいにくいしな。持続どうのこうのというより姿勢の方が強い印象あるわ。専用の着地好きは悲惨の一言だけど確かに姿勢だけでなんとかなってる感はあるな。さっきからジャンプが借りたいんだがさすがに露骨すぎか。ここは一発やってみるか。
それはダメなんだって。崖方向に回避してきたところにバーストね。あの状況って絶対移動回避だけはダメなんだよな。余裕で見てから横スマ打てるし、あまりにも知らない人が多すぎる気がする。そもそもスネークは横スマ打たないから判定の広さとか全然知られてないんでしょうよ。グーマイは性能的に弱ってるけど横スマは何くらいには強いと思ってるからな。やっぱりグーマイは扱いがむずい。いやどの辺か？任務完了だ。それじゃあ参戦メイクぜ。お相手はピカチュウね。ちっちゃいし早いしで正直きついんだよな。ただ ND 連打してくるだけのタイプなら別に待ち勝てるしいいかな。ピカチュウ相手に待ち勝てるとはさすがはスネークね。でも多分手榴弾だけじゃ無理だな。即キャッチに効いたがいい仕事してくれるからなんとかなってるな。こういう点に関してはトレモで練習するのはありかもしれないわね。まあ操作ミスしないようになるのは当然として、それを使うと何がどういう利になるのかっていうのを把握するためには動かない相手にやってもしょうがないしな。最善ってなんて状況で常に変わるんだし。確かにそうね。それこそ実戦じゃないとわからないこともたくさんあるもんね。マジでピカチュウ小さいな。最終弾当たったか全然よくねえわ。マジで当たんねえ。明らかに半角取れるっていう局面だったのに無理だったのか。本当に無理そうね。急降下入れると着地しちゃいそうだし。ちょっとここまで抜けるとは思わんかった。当てんのむずいから許してほしいわ。さてもうそろそろバーストいけそうな気がするが。おっとこれはデデデな予感。多分影響で余裕かな。あとは ND と合わせて突撃してくるタイミングがわかれば。甘い。宣言通り上強でバーストね。ND と合わせて掴みってピカチュウがよくやる上等手段でヒットストップの間に掴みを入れたいんだと思うけど、上強の判定がぶっ壊れてるせいで ND した後の掴みごと粉砕できるんだよな。これは判定がめちゃくちゃ強いスネークの上強だからこそできる芸当ね。逆に言えばスネーク以外には刺さるからピカチュウ使いはこのことについて知らずに突っ込んでくることが多い気がするな。ND からどうのこうのってガード待ちが結構安定だがな。あ、ほんとだ結構大丈夫なのね。よし、一撃決める。そ、早かった。だがもうワンチャン。そこ。仕事当然のように崖横スマ決めてくるあたり本当に感覚が麻痺してきてる気がするわ。おっとこれはまずい。一旦手榴弾でごまかすか。そのまままっすぐ復帰してたら雷に巻き込まれてバーストしてたわね。復帰阻止を雷でやってくれるタイプならありがたいな。え、そうなの結構きつそうだけど。食いつかれたら無理だけど撃ってくるって分かったなら話は別で警戒してれば当たることはないかな。こことかね。ほんとだ、完全に警戒し終わってる。崖無敵で雷をいなす、それは後引き。こっちが危なそうだったけどあっという間にお相手もバースト局面に。撃ち回避、おっと攻撃か。それならもう一発掴み、今度こそ来い。よしよし、ちゃんと枯れた枯れた。毎度毎度一発で読み勝ってる感じしてるけど今回は2回目で読み勝てたわね。やっぱり読み合いは試行回数稼ぐことが一番大切ってなところで今回はここまで。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録でもして待っててくれだぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。質問箱への質問をお待ちしております。質問じゃなくてもいろんなことどしどしお送りください。こちらはおすすめ動画になりますのでもし時間がありましたらそちらの方も覗いてみてください。また次回の動画も楽しみにしていただける方はチャンネル登録してお待ちください。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。また見てねー。